どうも皆さん、こんばんは。ゆるかけです。今回ですね、デッドフロンターっていうのかな、デッドフロンター2やっていきたいなと思います。前回ね、ちょっと途中で終わったりしてたんですけど、ちょっと弾薬がねえな。で、まあちょっと、あしゃー。で、キックがおると。ということは、あれこれ、痛い。はっ。よし。いやー、いかないか。で、よいしょ。よいしょ。で、こういうとこで、退けたりして、ここいけねえか。で、前回どこ行ったんだっけ？違うよね。あれ？場所変わってる？変わってるよね。痛いよ。場所変わってるもんね、これ。気のせいかな、それとも。違うね、ここなんか固定位置というか。あれ？警察署の前が確か固定位置だった気がするんだけど。気のせいかな。まぁ、あ、ちょっと一回、もう一回一から調べてよー。はっ！で、キックはキック前回使ってなかったんだよ。オープニング。痛い痛い。どうなの、何なの。なんで、こういうね、なんだろう、寝っ転がっている的には、正直、ハンドガンが一番いいと思います。俺、理論だけどね。弾薬がね、あんま多くないとは言えないんで。おっと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 、あれ、ならい。で、後ろに下がって。いた。なので弾薬がない、必ずしもね、多く持っている。これいいな。スーペリオ。スーペリオかって。これいいね。弾薬の所持数が上がるみたいなやつ。オッケー。単価にいいよね。ライフル弾か。ライフル弾ね、となるとね、アサルトライフルとかね、多分あるのかな。ここら辺復活しそうだな。ちょっと怖いね。後ろと。あ、こいつ。そうそう。なんだこいつ。あのね、こいつね、多分ね、なんだろう、のけぞりとかが効かないんだよね、あんま。ほら、行って。お前邪魔やな。硬い、ほんとに。ちょ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。やべえ、体力を。やっと倒した。よかった。ん？ん？あ、
これか。なんか、もう、最近感染、うるせえよ。うるせえな、こら。言っていい、ボケ。ほら、最近感染は、やばい、ないね。もうしつこいな、まったく。こら、言ってんの、こら。何しとん、こら。言って、こら。いや、あ、これいいじゃん、 T シャツ。やばいね。一回ちょっとバンデードちょっともう使おう使おう。ちょっと一回ね、戻ります。ちょっと減ってるのかな、細菌感染っていうのもどんなもんなのか分かんない。 HP は減らないけど、どうだろう。移動速度とかの探索する速度が下がるっぽいわ。これはちょっと普通に直していった方がいいね。てかなくなっちゃったよ、弾。弾なくなっちゃったよ、全部。全部なくなっちまうだ。これは、だいぶきついぞ。位置変わってるよね、やっぱ。まあいいか。ちょっと直そうか。あれ？そうか。ちょっと。抗がん剤。抗生剤だった。はい。あ、だからこういうのもあらかじめ持っといた方がいいんだろうな。ちょっと待ってね。で、トレーダー武器にいいのか、武器。大丈夫か。武器とかないかな。これどうなんだろう。ライフル弾だからアサルトかな。あ、 AK あるね。でも全然足りねえよ。全然足りないね、もう金が。もう木材しかねえよ。木材とか角材か。もういいや、もう昭和ね、もう角材でぶん殴るしかねえや。角材でぶん殴るぜ、もう。ワイルドに行くぜ。ワイルドにぶん殴っていこうぜ。弾をゲットしないと話にならんね、これ。それはちょっとよく心得とこう。
ね、ちょっと強化個体がいるのが怖いんだよね。もしかしたらバイオみたいにさ、その、ある、ああ、取る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 。あ、もしかも使っちゃってもいいな。はっ。ほら。あぶねえ。ほわ。よし。やっておいて。すいません。で、ちょっとやっといて。ちょっと弾薬探そう、弾薬。弾薬がないと話になんねえよ。下半身だけの死体。どれだけにしとこう。飲みはしない。こんな危機的状況なのによく酒飲む。あ、動いた。おい、いっぱい。ちょっと、ぎょうさんおるね。ぎょうさんおるよ。ほら。あららら。これ、なに？この、普通に地上を歩いてる、二足歩行のやつ。ちょっと二足歩行のやつより、こういう這ってるやつの方が正直うざったいかもしれない。よーし、倒した。お前復活しねえ。またこれだ。こういうのやってった方がいいんかな。あ、ガソリンあった。これは嬉しいね。ちょ、ガソリン、ちょ、やるか。今のところ何も分かってないけど。どうやるんだ？こっちかで。で、違うな。こうだな。で、こっちを動かさないといけないのか。やばい、こういうゲートのパズルゲームって本当に苦手だから分かんねえわ。左右、なんか、半分だけ揃ったよ。何この、ま、な、なんだろう、このなんとも言えない奇跡は。じゃあ戻ってきたんだもんな。お前がその上に行かなきゃいけないんだ。まだ半分揃ったよ。半分で揃ったよ。違うな、じゃあこっちか。じゃあな、こいつが上に来てくれないと話にならないんだな。やばいぞ、このマジでパズルゲーム本当に苦手だから分かんねえわ。
この2枚がもうそもそも上に来ない時点でもうダメだ。やっぱもう全然わかんねえよ本当に。何でもくり抜いて、もうくり抜いて移動させちゃおうぜ。そっちの方絶対早いって。でこれなんだろうね、この絵なんだろう、悪魔なのかな。悪魔とかをモチーフにしてる感じだよね。ダメなんだよな。全然わかんねえ。もう嫌いこういうの。あ、待って、一応まあ今調べられたことある。ワイン見えてなるわ。酔う状態になるなっちゃうからしょうがないな。おっ、生存者は火傷キットが必要だったからそれを渡したってこと。大丈夫かばあちゃん。反応してくれよばあちゃん。あ、ガソリンだ。ばあちゃんここで大丈夫か。送り届けようか。警察署っていうそこそこ安全な場所があるぜ。ダメだ。ダメだばあちゃん。返事がねえ、ただの屍だ。うん、おおほほ。おらや。おらや。おらや。ああ、あれ？え、ちょ、なんで洗ってなかったんだよ。そうね、弾がないから。鉄砲玉だ。おらよ。あらよ。痛い。何すんじゃ、ボケ。おら。おらよ。確実に一人行ってんの、ほら、てめえ、おい、女、おい、女、おい、お前、おい、女、調子乗っとんじゃねえぞ、てめえ。あ、ほんとだ、スタミナの回復量めっちゃ遅い。にゃー。これも意味わかんねえんだな。奇妙な表面には奇妙なマークが書かれているように見えますが、うん、何のヒントもない状態でこれは解けんよ。ヒントだとしたらヒントなさすぎやわ。あ、もらっていくぜ。酒しかねえな。おら、おらよ、行ってても行ってもげ。おら、何しとんじゃよあれ。おしゃ、やっべっていうか、バンドイー使っとこう。いや、痛み止めがな。オッケー。アップにボケや、おら。おら。
おら、何しとんじゃん、あれ。おらよ、勝てんだよこいつら。お、うちの三姉妹や。いって、いって。お前だよボケ。おら、おら、おら、お前じゃ、お前じゃボケ。倒れてる。いや、こういう薬だなというか、陽動剤もういらん、抗生剤が欲しい、抗生剤が欲しい。ブロックされてる。クソ、ブロックっていうのか、あれロックでいいんじゃねえのか。入ってないもんね。はあ、はあ、うわ、ほら、ほら、危ねえ危ねえ、ほらよ、ポテチ、ばあちゃん、すぐに楽にしてあげるから行って、ほら。楽にしてやっからよ。おやすみなさいだね。やけど治療キット。いらん。いらん。お前絶対起き上がるやろ。起き上がるやろ。起き上がんなと。なんだよ。起き上がる。このゲージってやつなんなの？ああ。包帯か、失血じゃねえんだよな。死体からもアイテムとか取れるけど、これやっべえな。やばいねこれ。置くか、じゃあさらに。けい、何当たん、ちょっとそっからは卑怯じゃん、ほら。行って、ダメだ、一回出よう。行った、やばいやばい、ばあちゃん、ほら気をつけなはれや。あれ、オーシャン、お、じゃあ、気をつけなはれよ、それ、オーシャンの金子だわ。じゃあ、オーシャンの金子じゃない、ちゃん可愛いか。俺は一人で何を言ってるんだろう。俺は一人で何を言ってるんだろう。お、すげえ、ピーナッツバターすげえ。何この不愉快な音。ブロック。ブロックって使い方合ってる？割れねえんだよな。おいしょー。クリティカルじゃない。もう。絶対下にいる。おいよー。そんな、おじいちゃんおばあちゃんに俺人気出ても嬉しくないよ。おじいちゃんおばあちゃんに俺そんな人気出ても嬉しくないよ俺。ほらよ、こ、固くでこのおばあちゃん、おばあちゃんどんだけ死後に未練あるんだよ。何、まだ何、生きている夫に何か恨みでもあんの？恨みつらみでもあんのだ、まだ。が、来た！しゃー！ヒュー！弾薬をゲットできたぜ。しゃい、行くぜ！どっちだ？こっちだ！よっしゃ、ぶっ殺してやる！
Fuck you。 うるせえよ。よいしょ。皆さんね、あのね、冗談半分で言うもんじゃないですよ、ファッキューとか。いや、言っちゃダメなんだけどさ、そもそも言っちゃダメなんだけどさ。あれ？バンドエイドだ。よし、回復しよう。あー、回復量、あ、回復量はそんなか。あれ、治ってるし。自動経過で治るもんなのかな、それとも。皆さんね、冗談半分でもファッ、ね、ファックユーとか言っちゃダメですよ。人に向けて絶対言っちゃいけないですからね。まあ彼らは人ではないので、まあセーフですね。ギリギリセーフです。人ではないので。なあ、だからって、まあ、人に言うのはやめましょうね。本当に。まあね、僕もね、さすがに、あのね、僕もさすがに、あの、た、なんだお前、なんだなんだ、なにお前、やけどだ。うわ、ダメージ量が増える。オッケー。任せとけってんだ。ちょっと一旦、くそか、もう邪魔や。お、お、倒した。あ、こういう特殊個体が。お前もうほんとどこにも現んな。お前勘弁してくれよ。ちょ、乾き回復しようか。おいしい。勝利の水は格別だぜ。勝利の水っていうのかな。勝利の宴だ、宴だ。よいしょ、行くぞ。バーン。嘘、クリティカルじゃないの今。あ、フーさん、新婚さんおめでとう。痛い。ほら、お幸せに。ゾンビになってもお幸せに。危ねえよ俺。幸せに。おしゃお、いや、ライフル弾あるんだけどな。ライフル、その肝心のライフルがねえんだよな。意味がないんだよな。じゃあ、おおおおおお、びっくりした。ほらほら、うわ、うん、結局言うとそのライフルがないとね、何も意味ないんだよね。結局言うと何も気づかんて。あ、外した。やばいな、弾すぐなくなるな。本当にすぐなくなったな。インジェクター、何、乗り物のインジェクター、もう何それ。あー、レベルアップしたから。あ、抗生剤、これはありがたいね。びっくりした。正面、やっぱダメージ量やっぱ変わってるんだね。オッケー、オッケー、オッケー。立ち上がる、おばあちゃん。おばあちゃん、おじいちゃんやな。すごいな、腹部。わあ、わあ。この腹部が異様に肥大化しているおじいちゃん。何があったんだろうね。
何食ったらそんなに太ったのかな。太ったっていう言い方もよくない。あちゃう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 ね、正直言うとね、僕、まあ、僕はどちらかって言ったらね、痩せ型なんですよ。うるさい。僕、どちらかって言ったら痩せ型なんですよ。僕、結構な、他の人に比べたらめちゃくちゃ痩せてるんですよね、僕。大体、確かに、もう、あ、今の多分おじいちゃんの、太ってる方のおじいちゃんに多分、クリティカル入ってたっぽいね。一撃で倒すか。で、話も戻るんだけど、うお。ガソリンだ、オッケー。話をちょっと戻るんだけど、僕、ね、平均、まあ、男性の平均、身長なんか知らないですけど、男性の平均身長って何センチなんだろうね。そういえばまあわかんないですけど、まあ大体僕身長は170近くあるのかな。170っていうのも悲しい。いや腹測ってないからわかんないけど、どんくらいあるんだろう。まあ大体、まあ、そんくらいあるんですよ。そこは入ってないな。まあ大体身長が100。お、ファイヤー死ぬまで。なんだこいつ。よっしゃ、こんな特殊個体も絶対ヒルやろ。いやーこれはいい素材持ってくれるでしょ。野球部だった。なんというか微妙なだったな。一応回収はしとくか。そんな中で強くない気がする今のは。で、お、調べられるね。で、身長170あるのかな。まあそんくらい、まあ大体僕も身長はあるんですけど、まあどっかのね誰かさんが、まあ名前はあえて伏せますけど、まあ170ない人はまあ人権がないというとかね、おっしゃった方がいるそうなんですかね。お、大丈夫か。それをインスリンを見つけます。あ、なるほど、別の場所に行かないといけないね。ごめんね、俺じゃあ今は無理だ。おお、弾薬ありがてえ。ありがたくもらっとよ。てかさっきの人弾薬回収しなくていい。あーしょ、うわー空振り。ぽちょー。はい、下がって下がって下がって、お触り禁止よ。お触り禁止ですよ。新聞の切り抜き。正直、こういうのもいらねえと思うんだよね。ねえ、来ないでって。あ、金の鍵、金鍵じゃん、金鍵。ゴールデンキー。これは。あ、そうだ、ここは。で、ゴールデンキーってどこだっけ？こっち行ってないよね、まだ。
ちょ、お前避けんなよ。もう不可解な動きをするな。あ、お前だな、どちらかって言ったら。ああ、もう外してる、もう。もう。夫婦、おめでとう。お幸せに。じゃ、武器変えるや。あしょ。あしょ。調べらんないか。たか。もう。よし、いた。でもすぐ移動、すぐ移動。まあ、そんなすぐ移動する必要はないけどね。どうすか。まだ調べてない。あ、ここのドッキン。金の鍵は違うもんな。ここだ。ここちょっと行っちゃおう。言ってから帰ろう。一番奥だったよね。で、ここの、この金鍵を使って開けよう。ハロー、べっぴんさん。多くない？すごいね。でも、待って、えぐい。おじいさん、ごめん、ごめん。えぐい血の飛び方してるよ。だって、ほら。こっち側から見るとさ、めっちゃ飛んでるじゃん。裏側から見ると消えるよ。え、なにこの、本当の世界不思議発見じゃん。消えたし。あ、120発ってことじゃん。確実にこれ、スナイパーライフルではないね。間違いなく。いいもんなかったな、でも結局。じゃあ戻ろうか。よっしゃ、走れ走れ。そっちだもんね。まあ、後々ね、友人とかにも行ってみて、一緒にできたら面白そうだよね。まあ、今のところ何も相談できてないんだけど、そんなできてない現状なんだけど、まあ、しょうがないよねー。あともうちょい。あ、いけ。1.2ガロ。必要食料97キロカロリー。全然あるから。あ、もうちょっと量あったらガソリン、ね、もうちょっとあったらいけるかもしれない。よし。いい収穫が。あったと思いたい。何も作れねえ。誕生日ケーキ？おいおいおい、こんなところまで、で、こんな時にまでそんな、楽しむ要素を入れてくれているのかい？もうちょっと危機感持て。もうちょっと危機感持とうぜ。この状況に対して。こんな荒廃した世界で、誕生日ケーキ作る余裕ねえだろ。どんだけ周囲、どんだけ資源で潤沢なんだよ。もういや、もうそこまで来たら、もう潤沢すぎない？もはや。あ、ワインとか。ワイン、酩酊状態あるよね。もう、ここら辺はもう置いていっちゃおう。ピーナッツバターもちょっと、やばいね。そうか、もうカツカツになっちゃう。包帯まだいらんし。よし。ちょっとね。
今回はここまでしようかな。では次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では失礼します。果たしてこの世界で俺は生き残ることができるだろうかな。